ユダチャンネルです。本日は、こちら、茨城県神栖市にあります、こちらロールケーキ屋さんに来てます。お菓子屋さんぐるるっていうところですね。可愛らしいよね。はい、それでは入ってきてと思います。可愛い。ね、可愛い。一度食べたい。ただもの。もうつぶるるかん。うん。かわいい。金魚リフだった、なんかちょっとしたあれにめっちゃいい、結構来るなお客さん、金魚の種類めっちゃあるじゃん、これかな。これ。生グルで。うん。生グルで行くと、あとキャラメルナッツグルルタット。はい。これからお付けしますか。あ、大丈夫です。プリンうまそう。かわいい。あ、ギフトがあるのね。ギフトとか。めっちゃかわいいね。うん、かわいいよ。うん。うん。うん。かわいい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいわ。ね、おしゃれ。かわいい。それでは、ロールケーキ、食べてきたいと思います。買ってきた。賞味期限じゃない書いてある。え、賞味期限だけじゃないそれ。あ、そうなん。じゃんじゃん。賞味期限移さない方が良かったの。なんで日にち書いちゃった。美味しそう。じゃーん、こんな感じ。じゃーん、クマさんの、ほら見て、クマさん描いてる。金粉も乗ってる。本当だ。これは極みだからでしょ、ロールケーキ。あ、そうか。うん。
これが多分売り切れちゃうやつだと思うんで。そうなの？この極みのやつが。そうなんだ。うん、いやでもうちこれ好きそうだから。確かに。どうぞ。見て。ナッツ、ナッツグルルル？わかんない。グルルっていうお店の名前でしょ？お店の名前入ってた気がする。かわいい。見てこのクマさん、かわいいクマさん。中にも入ってるの。中に入ってる。なんかこんな感じ。本当だ。うん、やっぱ入ってるね。うわいいね、ナッツ好きは多分好きだと思うよ。ナッツ大好きだから。いいよ。食べてみて。いただきまーす。これでボテって落としちゃったらどうしよう。これ全部剥がした方がいいか。うん。いただきまーす。クマは？クマどんないの？食べて。いただきます。どっから食べよう。上から行くの？うん。上から行くタイプなんだ。タイプじゃない？うまっ。あ、うまそうだね。うまっ。うん。そう、うまそう。ナッツ好きはたまんないね。うん。何？早っ。食べ終わんの。まあ食べてないけど。うまっ。横から行くタイプなんだ。横で？横から行くタイプなんだ。まあ、あでもやっぱあれだよ。甘さ控えめだわ。ねえ、でしょ？ああ、かなり甘さ控えめだわ。あ、おいしいおいしい。こっちの方が甘いかもね、多分。うん。キャラメルだから。でも、普通のところでキャラメル、うん。甘さ控えめで、おいしい。卵の味がすごいしっかりしてるわ。へ、うん、ぜひ。皆さん、買いに来てください。おすすめ、超美味しい。しかもすぐ売り切れちゃうんでしょ。うん、なんか今ちょっと落ち着いたみたいだけど、オープン当時は午前中で売り切れちゃってた。このロールケーキがね、めっちゃ美味しい。しかもクッキーとかもめっちゃ美味しそうだった。うん、ぜひ来てみてください。